の字ゆうちゃんです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、まあこれも質問がありまして、軸のお話です。軸、体の軸ですね、体軸とか、センターとか正中線、武術の世界では正中線と言われたりしますけれども、この軸、体軸というのは意識すべきなんでしょうか、意識した方がいいのでしょうか、意識しない方がいいのでしょうか、というご質問です。これはね、結構まあ多いんですけども、まずね、その答えを言う前に、この軸とは何か、体軸とは何かっていう定義がですね、人それぞれ違うんですよ。ですから、あなたが考えている軸が本当に体の軸、正しいものなのかどうかっていうのがわからないんですよね。で、大体軸を、でも軸を意識した方がいいかいけないかって言っている人が考えている軸は、大体ですね、この体は左右対称であると考えて、その体、左右対称である体の真ん中、また、前後であってもそこのど真ん中を貫く、軸ですね、軸をしっかりと意識する、基準線として体のまっすぐの軸をしっかりと意識するということを考えると思うんですけれども、これはですね、あまりしない方がいいですね。これはしない方がいい。なぜならば動きが硬くなってしまいますので、これは意識しない方がいいです。かといって、じゃあ軸はいらないのかって言いますと、これはね、結構いろんな体の専門家の方がですね、体の軸をなんて意識しない方がいいという人もいれば、もう軸は絶対必要で意識した方がいいという人も、これを完全に分かれます。で、答えを言いますと、軸というのは意識をするもんではなくてですね、体の中に出来上がるもんなんですね。というか、本番はすでにあるものなんですよ。すでにあるものに気づいていくっていうこと、ところが軸に対する正しい認識だと、思ってください。どういうことかっていうとね、これはね、まず体にまっすぐの線を意識するとかではなくて、そもそもですね、僕らどこで暮らしてますかっていう話が飛びます。これ絶対必要なんですよ。軸の話するときは地球ですね。地球に暮らしてるから軸っていう話が出てくるんですね。で、地球上にこの人間というのはまっすぐ長軸といいますよね、体を縦に立たしてですね、二本足で立ったんですね。だから軸の議論が出てくるんですけれども、このね、地球のに働いている一番大きな力って何かって言ったら、もう言わずもがなですね、万有引力、重力なんですよ、ね、で、この重力というものが存在するから軸という話が出てくるんですね。で、人間の体も物体であることは間違いないですよね。人間の体もいろんな側面はありますけれども、物理的な身体というものがここにちゃんと存在します。で、物体である以上、必ず重心というものが物体には存在します。で、その重心はどこに向かって落ちていくかなんですよ。なんで僕たちがこうやって座ったり地面に立てるかっていうのは、常にですね、地球の重力、万有引力が地球の中心めがけて僕たちを引っ張ってくれてるから、僕たちはこうやって地に足をつけて、お尻を座面につけて座ることができるんですね。これ引っ張ってくれてなかったら宙に浮いてしまうわけですよ。 OK ですね。で、だからこそ軸というのは必ず存在するんです。つまりもうこれね、勘のいい方は分かってきたと思いますけども、軸っていうのは何かっていうと、物体として重心がありますね、まず。で、この重心が落ちていってるわけですよ。で、その線っていうのは、例えば物を上から落としたら必ず、まあ、横から強風が吹いていない限り、必ずまっすぐ下に地球の中心方向に向かって物っていうのは落下しますよね。その方向に向かって人間の体も実は常に落ち続けているんですよ。で、落ち続けていて、なぜ、くしゃって潰れないかっていうのは、それはその落ち続けていっている方向に対して抗力という力を出して立ってるからなんですよね。それをこの下から押していく力を重心線、下から抗力として支える力を支持線と言います。で、この重心線と支持線がピタッと一致した時に、僕たちは理論上立つことができるんですね。子供の頃に、まあ、今もやってる方いらっしゃるかもしれませんけども、この手のひらの上にほうきを立ててね、遊んだ、方いると思うんですけれども、あれがね、ほんと軸を説明するのに非常に分かりやすいです。あのほうきはですね、別にギュッと力を入れて握らなくても、こうやって重心を追ってさえいれば、まっすぐ
立ちますよね。まっすぐ立ちます。で、立つときは必ずまっすぐのはずなんですよ。陶器がこうやって傾いてたらまず立たないですよね。ね、倒れていくじゃないですか。例えば向こうに前に倒れていくでしょ。で、それを向こうに手をやることで陶器をまっすぐさせようとして立たせる。まっすぐだから立つんですよね。そこには実は重心、陶器も物体ですから重心があって、重心線というのが下に向かって働いてるわけですよ。で、それをこのここでですね、効力、支持線というのを力を出してるわけなんですね。それをピタッと一致させようとしてるわけなんですよ。追ってくる重心線、そして下から支える支持線っていうのがピタッと一致した時に、ほうきはまっすぐスーッと立つんですよね。だけどその重心線と支持線が少しでもずれたらですね、例えば少しでもずれたら、またほうきは倒れていこうとするから、それをまた支持線で追いかける。で、またそこでスーッと立つ。だけどまた少し重心線と支持線がずれたらまた倒れそうなるから、またそれを追いかけるっていう、この重心線と支持線の追いかけっこを僕たちはほうきでこう立たせるときはしているんですね。で、人間の体がこうやって立つときも実はそれと同じ原理で立つことが一番正しい立ち方なんですね。つまりそういった立ち方をすればするほどなんですけれども、必ずですね、人間の体も物体ですから重心線、そして効力を出して立つわけですから、支持線というものが存在するんですね。これは目に見えないものですけれども存在します。その時必ずそれはまっすぐなんですよ。でね、軸というのは何かというと、正体はそれで、この重心線と支持線をピタッと一致させた時に生じる身体感覚のことが軸なんですよ。だからなんか幾何学的にというか、なんかこうイメージでね、視覚イメージで体の中にイメージするものではそもそもなくて、物体である人間の体にはそもそも重心線が存在するんですね。それに気づいていないだけで、それに気づいていって重心線と支持線がピタッと一致しているのを感じられている時に生じるその身体感覚のことが軸なんですよ。だからそもそも体にまっすぐの軸をイメージしたり意識することは良くないということなんですね。はい、以上がですね、軸の説明なんですね。ちょっと難しく感じる人もいるかもしれませんけれども、そういうことになります。で、こういう話と、あともう一つね、言っていきたいことは、そういう風にして人間の体にまっすぐの線を意識しない方がいいっていうね、言う方もいます。それはもちろんそうなんですけれども、だからといってですね、そういう言ってる方の中には、人間の体は左右対称ではないと、でそもそもね、人間の体は左右対称か対称でないかという議論があります。これも議論分かれるんですけども、例えばじゃあ僕はどう思ってるかって言いますとね、答え言いますけれども、人間の体は左右対称であるし左右対称でないというのが答えです。つまり内臓というのは左右対称にはありません。ありませんね、これはないです。左右対称には作られていません。しかし骨格ですね、分かりやすく言うと、一番骨格というのは左右対称にそもそも作られているんですね。筋肉も本当は作られているんです。それに偏りは生じるんですけれども、骨格というのはそもそも左右対称に作られています。作られているっていうことは左右対称っていう部分も体にはあるんですね。だから左右対称で真ん中を意識しないことは全て NG なのかと言いますと、そうでもないんですね。で、人間の体は左右対称じゃないから別に曲がっていたっていいっていうかね、言っちゃう人がいるんですけれども、そういう人はですね、あんまり左右差が体にない方の意見ですね。もうね、すごく体歪んでしまったり、片方の股関節が動かなくなったり、片方の股関節が大きくずれてしまったりとかね、足首の関節が大きくずれてしまったりとか、膝がずれてしまったりした経験がある方は分かるんですけども、もうね、左右差がずれるっていうのは本当に実は気持ち悪いことでね、不快なんですよ。なんでかっていうと、人間の体の骨格はそもそも左右対称に作られてるから不快に感じるんですよ。だからそういう経験がある方はですね、その左右対称であることをすごくね求めるし、左右対称に憧れるんだけれども、もともとそんなに左右対称で、体が左右対称でそんなに、ね、バランスが崩れていない人はですね、左右対称、人間の体はそもそも左右対称に作られていないから、左右対称であることを意識しない方がいい、真ん中というものを意識しない方がいいとか言うんですけれども、それは答えあってもいますけれども間違ってはいます。なぜならば、人間の体は左右対称ではない部分もあるけど左右対称である部分もあるからなんですよ。
だから自分がね、もしそういった左右差が崩れてみたら、そのありがたさに気づくと思いますね。ということで今日はですね、ちょっと難しい話になったかもしれませんが、軸、体軸のお話、そして、人間の体はそもそも左右対称なのかというねお話をしてきました。何か参考になれば嬉しいです。今日の話が何かね少しでも面白ければですね、いいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは今日も動画をご覧いただきありがとうございました。バイバイ。